さあ始まりました、カスタムバイクの日です。今日はこのバイクです。じゃーん、エイプです。めちゃくちゃ綺麗なエイプがやってきてくれました。これは何年式でしょうか。2008年、10年ぐらい前。結構ね、綺麗なんですけども、これはマフラー変わってますね。これマフラーはビームスですね。今ジスペゲでもね、ビームス出てるっていう話なんですけども、最近やられたメンテナンス作業は何でしょうか。フロントフォーク、はい、フロントフォーク、オーバーフォーク、リアのリンク周りですね。リアのリンク周りね、サイクリストアップ、北区のショップに変えてます、うん、北区のショップに変えたの、コルチですね。はい、リアのね、ご自分で色塗った、カスタム色塗ってるのを見て参考にしてます。ありがとうございます。めっちゃ綺麗です。もう細部がね、結構綺麗になってますよね。これはもう乗ってどのぐらいですか。これ買って2ヶ月ぐらい。まだ買って2ヶ月ぐらい。あ、これ何 cc でしょうか。 100cc。 最高速度は何キロぐらい出ますか。80ぐらい。80ぐらい。サーキット。めっちゃ綺麗ですね、これ。コックとかめっちゃ綺麗。これね、買いましたね。え、これめっちゃ綺麗。買えたチェーンとスクロケも買えました。結構愛を感じますね。キャブの掃除もしました。確かに隙がないですね。どこも結構ピカピカ光っておりますね。じゃあこっからですよね。言うたらいいと、このまま乗っていってキャンプとかね、ツーリングをしていくのがさらに、今後これはどうなっていくんですか。基本はもうこのまま、このまま乗り倒していこうと。なるほど。基本のマルシュ、やっぱこのビームスに変えたことによって何か変化はありましたか。あんまり基本的に変わらず、速度、最高速度ちょっと上がりました。あ、最高速度もちょっと上がった。エアクリーも空気抵抗少ないので変えた。なるほどね。メインジェットも上げたんですね。そこら辺と、まあ相互で。なるほど。さっきもちょっとエンジンのね、あの排気のところでちょっとあのエンジンのかかりとか匂いも見たんですけど、多分セッティングめっちゃ合ってましたね。アクセルの付きも良かったですし、絶好調のエイプでございます。はい、今日はですね、カスタムバイクの部屋2本立てでお送りしたいと思っております。今回ですね、あの伝説に、行く前に、昨日ようやく組み上がった、私のダックス、新生ダックス紹介したいと思います。じゃーん、これが旅仕様新生ダックスでございます。カスタマイズ、あれからカスタマイズしたポイント、田中翔海さんの、フロントキャリア、これ注意点なんですけども、ここを穴合いませんでした。一応ダックス用ってなってましたけども合いませんでした。なので、浅野さんにですね、穴を開けてもらってこれつけました。なので田中翔海さんのフロントキャリア、ダックスの ST5070 の人は気をつけてください。ここ穴合いません。加工しないとつきません、はい、ここカスタムポイントですね。それとですね、伝説用に山を走るときに暗い、それを軽減するために自転車用のですね、USB で充電できるライト、ここに増設しました。はい、これ手元でですね、あのここでライトをつけることができますし、ブザーもね、鳴ることができます。はい、ここはまず変更点で、そして久しぶりにですね、あの侍さんから上納してもらい、侍キングさんとの友情の証、ダックスの首輪装着しました。そしてまあリアにね、サイドバックと、リアボックス、まあこれでなんとか行きたいなと。ただガソリン問題がありまして 2.5 しか入りません。で、蛍光管がここにですね、まあ3リットル入ってるんですけど、それだけでは本当に冷設いけるのかなと心配なんですけど、提供にですね、超高級オイルヤッコさん入れております。プロデュースバイシェイクダウンさんのね、協力も得て、そしてみんなの協力も得て、ようやく完成しました。水曜日、出発予定なんですけども、ちょっと雨とか台風の関係もあって、ちょっと前後するかもしれないんですけども、行こうと思ってますんで、応援よろしくお願いします。カスタムチャンネル、どうぞ。じゃあせっかくなんでですね、ダックスとエイプ並べたところを一緒に撮影したいと思います。
最後は仲良くダックスとツーショットで、今度またホーミーにツーリングも企画します。その時は皆さん来てね。カツさんチャンネル。